はい、今日はね、買ってよかったバッグを紹介したいと思います。こちらね、最近買ったんだよ、ノッチのバッグ。すごい安いの、3300円ぐらいだったかな。で、他にね、黒もあるし、グレーもあったかな、グリーンもあった。私グリーンも買いたいんだよね、黒も買いたいけど。で、これ長めの肩掛け紐がついてて、で、その上ね、ショルダーバッグにもなるという、素晴らしい。で、これ、かわいいのついてんの。これかわいくない？遊び心満載。かっちりしたね、バッグなんだけど、こういうのついてたらね、かわいいよね。で、中はね、このサイドポケット、大きめのが一つあって、で、いつも私ここに携帯と鍵入れてる。で、中はこんな感じ。結構大きいんだよ。街もしっかりあるしね。もう重要なのが、こういうね、バッグには必ず必要なのが、これ。バッグインバッグ。これダイソーで300円。安くないです？で、これに入れてるのは、まずね、通帳類。通帳と、ペン。あと、ハンコ。ここに入ってますね。で、使い捨てマスクでしょ？で、こちら。これね、仕事の時に使うメモ帳入ってる。ペンと。で、こっちに、ティッシュでしょ？で、こっちに生理用品入ってるね。で、リップとかここにポイッと入れてたりする。手鏡とね。で、あとね、これ化粧ポーチ、一応こういうね、袋、スーパーの袋を折りたたんだものだね。と、薬用リップと DHC のね、薬用リップと、これケイトの、なんか爪が思いっきり汚いけど、働きすぎです。ケイトのね、ティント入ってますね。で、大きめの手鏡入ってます。結構物が多いんだよ。でね、これをね、バッグの中にポンと入れて、その上に財布を置いて、ハンカチを置いて、こんな感じでね、収納してます。本当、緑とね、黒もね、色違いしようかなってすごい悩んでる最中。はい、こんな感じ。持ち物の量が多いのにね、コンパクトに収まる、取り出しやすい、完璧。そしてバッグかわいい。で、黒と緑もね、欲しいんだけど、安いしね、3300円だよ。今もっと安いのかな。欲しいんだけどね、もう節約しようって決めてるから、ね、今は買えないかもしれない。我慢かな。あとね、お気に入りのバッグがあと1個あってね、島村のバッグ、黒のバッグだね、ショルダーバッグ、あれも好き。 YouTuber とのね、コラボだと思う、多分。みんなもね、これ見つけたら買ってみて、すごく使いやすいから。でも、バックインバックも忘れずにね。ダイソーで300円で売ってるから。お気に入りバッグ紹介とバッグの中身紹介でした。はい、ではまたね、バイバーイ。